こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、手ぬぐいやタオルっていうのは、皆さんもご存知のように綿 100% で作られているんですね。ところがですね、この綿っていうのは初めは生成りなんですね。あの綿花で、よくテレビなんかでね、綿を積んでるのをね、ご覧いただけると思うんですけども、見たこともあると思うんですけども、初めはね、やっぱちょっとね、茶色っぽい生成りの色をしているんですね。で、それをですね、さらすっていう工程を通してですね、実はこういった白い生地にしているんです。これはですね、タオルも同じなんですね。初めの糸の段でさらすっていうことで、さらすっていうのは白くするっていう意味なんですけども、白くするっていう方法と製品になってから白くするっていう方法、こういった2つの方法で作られるわけなんです。で、手ぬぐい、あるいは先週ものの後ざらしタオルっていうのはですね、製品としてこうやって作った後にさらすわけなんです。ということは、手ぬぐいもその先週ものの後ざらしタオルも、初めは出来上がりは機械通して折った段階ではちょっと茶色いですね、生成りをしているんですね。これをですね、何時間もかけてさらすっていう工程を踏みます。一方ですね、今治タオルっていうのはですね、先ざらしって言われます。これは糸の段階で先にさらしているんですね、白くしているんです。で、白い糸をですね、機械にセットして織り上げて、もうだから織り上げると同時に白くって出来上がってるみたいに見えるんですけども、ちょっとね、機械にセットして、折っていく過程でやっぱりどうしても糸切れがしやすいっていうね、ことがありますので、その糸切れをしないように糊をたくさんつけてですね、織り上げます。ですから、その後にですね、糊を落とすっていう工程を踏むっていうことで、ちょっとですね、後ざらしのものと比べると、先に糸を白くして織り上げてもう一回洗うっていうのが今治で、先週の方はですね、タオルの場合ですよ、先週の方は生成りのまま織り上げてね、生成りのまま織り上げた後にきれいにさらすという工程を踏みます。ということは、今治の方が工程先に、白くする分だけ多いですよね。ということで、若干高くなってるということもあるんですね。で、手ぬぐいの場合はもっと複雑なんですね。日本の手ぬぐいっていう、日本手ぬぐいは特にそのさらし方っていうのを、和手ぬぐいの場合は普通は大体数時間でやるところを20時間ぐらいかけてさらすわけなんですね。そうすることによって柔らかい風合いに仕上がるんです、ね、手ぬぐい本来といいますか、綿本来持っている柔らかくって吸水性のいい感じで出来上がるっていうのがこの和手ぬぐいの特徴なんですね。ですから、昔は赤ちゃんのおしめに使ってみたりとかね、していたわけなんですね。柔らかいですからね。そんな感じで、手ぬぐいとかタオルっていうのはさらすっていう工程を踏むことによって白くする。で、白くしてきたものに対して、プリントをしたりとか、抽選本染めをしたりとか、そういった後の二次加工をするっていうことなんですね。ですから、何も初めから白いものを作っているわけではないので、この辺はさらすという工程を通すということをちらっと覚えておいてください。よろしくお願いいたします。